なんかあのなんだそういう距離を取りなさいとかねあったじゃない、なんだっけそういうのあったよね。あの東京のあのクソババアが言ったじゃん、東京ババアがソーシャルディスタンスとかバカみたいに言ったけど、こんなことしてまで学校に行くみんなも悪いんだよ。こんなことされてまでなんで学校に行くの、みんな頭おかしいんじゃない、生徒もおかしいけど親もおかしいよね。こんなことしてまで学校に行ったりしなきゃいけなかったねえ、高弘さんこんにちは。マスクしてまで学校に行く必要ないし、こんなことしてまで学校に行く必要ないよねって言ってるわけよね。私はこんにちはって言ったけど、だからみんなおかしいんよ。で高槻の子はさっきも言ったけど、マスクしてマラソン大会出たから倒れたんだよね。で亡くなったんで子供がね、2022年。だから親もバカだけど子もバカなんで、子もバカってちょっとおかしい、子は学校行かなきゃよかったんだよね。不登校が正解だわ、はっきり言うと。ね、マスクしてまで行く必要ないし、こんなことしてまで学校行く必要ない、あの倒れる。で自転車乗っててまでこれをしてる人おるじゃない、頭おかしいんじゃないと思うよね。マスクして自転車乗って倒れるよ、はっきり言うけどね。あの酸素不足になるんだよね。なんで酸素不足になってまで学校行くのか分かんないんだよね、確か。でさっきも言ったけど、頭のここにピッてしたら消化体が潰れたんだよね。消化体が潰すためにここに頭に体温計当てたんだよ。だからみんながちょっとね考えてほしいね。あれが政府かいって思うけどね、あれが国かいって思うけどね。日銀に野望があるんだよね、もうそれ時点で株式会社じゃんって思うわけよね。いやそう、まあみんな気づかんからね、また別のやり方でやろうと思いますよ。情けないよね本当に。まあ腕にこれをしてまでいかないということ一つ、腕に絶対これをしたいか、接種してまで定期接種まして何もしないでください。あのいろんなやつが厚生労働省がどうせこんなことせえでこんなことせえって言うでしょ、ニュースでバカなことばっか言うけど、だってそこまでして会社も潰れたらいいじゃん、そうやったらな。あのこれをした分だけね、あの従業員の人これした分だけ会社お金もらってたんよ、はっきり言うと。人は犠牲になるわ、これをさせるわ、それでみんな会社に行くわ、意味わかんないんだよね私は。なんで2021年にあれしてまで会社にみんな行ってるんだろうと思うね。まあ別にそれはそれでいいんだよって。でもちょっと話は何のことかさっぱ分かんなかったけど、まあ呪われた第4病とお化け屋敷の動画見たら、ああそうかとかね、私あのあれ昔の何だったっけ、あのバイオハザードを作ろうとしてるなと思ったのね。バイオハザードは将来の警告だと思ったんだよね、将来なんかするだろうと思ったわけ。2016年だから映画でさ、バイオハザードやってたでしょ、ゲームとか。だから人間にもそうするつもりでバイオハザードってつけてたんだよね。私は将来これなんか起こすなと思ったんだよね、なんか意味があるわと思ってね。まあその映画見たそうで、あの私はゲームでたまにやってるけど、キムタカごとくってジャッジアイズ、あれも事実なんだよ私が言うと。ジャッジアイズっていうやつでもそう、あれ教えてんじゃん結局はね。だけどここはこれ言えんか、これしてんじゃねこれね。ジャッジアイズってやつはみんなやったことあるかないか知らないけど、私ジャッジアイズはやってたんよ。で結局2018年19年やったことが実際2021年に起きてるわけじゃない。で本当に悲しいね私からしたらね。あの東京なんか火葬場が大渋滞してるんでしょ。で火葬場の株を買ったのは麻生太郎なんだよね、はっきり言うと。水道を売ったのも麻生太郎とか、娘向こうが嫁いだのが麻生太郎のとこなんだよね。麻生太郎の娘が嫁いだのはフランスなんだけど、麻生太郎が火葬場の株買った、大株主買ったんだよね。だから東京の火葬場は誰が経営してるか知ってる、東京じゃなくて中国がやってるんだよ、中国が独占してるんだよはっきり言うと。だからみんな文句言わない、仕事にもくもく言ってるのもちょっとおかしいんだよね。税金をもくもく納めたりね、あのみんなが納めるからずっと終わりがないんだよね。いや闇にお金をずっとやってるのと一緒、エネルギーやってるのと一緒。じゃあみんながもう仕事辞めようね、学校辞めようねってなったら終わるんだよね。